早川千吉郎早川千吉郎大正11年10月14日は、明治、大正期の官僚、実業家、政治家。石川県金沢市出身。明治20年、東京帝国大学法科大学政治学科卒業。明治22年、同大学院農政学研究科修了。明治23年1月、大倉省入省。 明治三十二年日本銀行管理官。明治三十三年辞職。明治三十四年、三井銀行専務理事。明治四十二年、三井銀行常務取締役。大正七年、三井合名会社副理事長。大正九年から大正十一年まで貴族院議員。下越能出身者のための東京の寄宿舎久し印館の館長を長く務めたほか。 1916年には、地方改良運動の実施機関として設立された、半官半民の教家団体、中央法徳会に青年部を創設し、理事長を務めるなど、青年教育にも尽力した。1920年6月2日、貴族院直線議員に任じられた。大正10年5月、南満州鉄道株式会社社長に就任し、論行、日市共存共営を、 雑誌、各民第17編第1号発表。在職中の大正11年10月、法天高等小学校で演説中に突然、卒頭し、死去。父の早川忠博は、石川県氏族。弟の外吉は、湯浅七左衛門商店に向入りして、七左衛門を襲名し、湯浅蓄電池製造を創業。規定に、井上智和、男爵山沢聖一。 妻の里子は金沢市五府町出身で17歳で結婚。長男、忠義は東京帝国大学法学部政治家卒業後大倉省に入り、妻、益子と共に2年間英国留学の後、三井新宅に入校するも30代で退職、盆栽愛好家としても知られた。初代の2000坪の豪邸に暮らし、金作を頼みに行った中西五道は、 忠義の桁違いの金銭感覚に、こいつ、どこまで無駄な金を持っているんだろうかと驚いたという。白井家の養子となった、次男、白井康次は、中小企業金融高校有志部長に、三男の白井康二は、慶応大学教授となった。ありがとうございます。